はい、こんばんは。アキラの現場へようこそ。ラスクラ実況です。今夜もお付き合いをよろしくお願いします。昨夜はですね、ガチャチケが溜まってたんでね、52連回していったんですけども、でまあね、その中でね、石を貯めていこうという話をした矢先になんですけどもね、今日メンテの告知が来ましたですね。明日2月27日のアップデ内容の方がですね、かなり盛りだくさんだったんで、今日はね、そちらの方内容をしていこうと思います。このチャンネルは、本マリチスマホゲーム、特にラストクラウディアの実況を投稿しているチャンネルです。私が中の人、アキラです。以後、お見知りおきを。今夜のコミューム集会は、サメール村の黒の襲来です。ゾグラスが短期で出てくるとこね。抹茶さん、コメント失礼いたします。46回クリアおめでとうございます。46回のルーガーさんの超必殺技連発は、前回のバグの件もあり、多少緩和されましたけど、イライラしましたね。最近のラスクラは集金のやり方がひどすぎて残念で仕方がありませんね。ゲームは本当に楽しいのですが、ということで、46回のルーガーさんはあれ、バグになったんですね。全然知らなかった。でも、ね、あの連発は腹立ちますよね。で、集金のやり方は確かに、ひどいというかね、もちろん会社だから、ね、経営しているからこそ、お金を稼がなきゃいけないから、そういう仕組みなのはわかるんですけども、結局のところ、どういったかな、僕、課金っていうのが悪くとも全然思わないし、自分も課金もしてるからあれなんだけど、困って課金するんじゃなくて、なんかワクワクして、あ、このユニット欲しいな、これしたいな、あれしたいなと思って課金はしたい。なんとなくね、最近これがないとクリアできないだろう、これをこうしないとクリアできないだろうっていう選択肢をすごく狭めてきて、困らせて課金しているスタイルっていうのは、好ましくないなと思いますね。コウタさん、他の皆さんがアドバイスされている通り、ウィーク優秀です。私は死神とウィークが等ではかなり役に立ちました。ユニットはバンとファルが優秀でした。この構成でゾグラス、ゴッドヒールあるなら、リラ外して雷セビアと入れ替えるといいと思います。サンタティリアでダメージが通らないなら、ウィークで打てばなんとかなる場面は多かったです。サンタティリアは MP 回復をモリモリにするか、クリティカル無効じゃないフォロワーでは、金書でプラウドフォースで回復してました。あと、すべてのユニットに鍵のような限り覚醒のデコイを持たせました。ということで、ゲームのトーンに関するですね、アドバイスですね。やっぱ、ウィークはすごく優秀みたいですね。で、面白いなと思うのが、このサンタティリアでダメージ取らなかったら、ウィーク使えば、なんとかなる場面があったと。で、金書とプラウドフォースのね、組み合わせはですね、前回、アクセルさんもですね、コメントしてくれてましたね。で、覚醒とデコイを持たせるってね、もちろん覚えさすも大変なんだけど、スキルコストが重いよね。でもすごいな、それぐらいやらないと、でもやっぱ高層階ね、50階以上ってのは結構厳しいかなって気はしますね。これからヨークさん、皆様課金との差がどうのこうのってあまりに多くないですか。ここ数ヶ月は無課金ですが、44回までオート、45回から手動、等は3連覇で楽しんでます。ガチャ限装備なんてコレクションレベルだし、無課金でそれを欲しがるんと万引きする人と同じ発想、同じだと思いますよ。自分はエテマラもレベル上げもやってません。それで3連覇できるんだから皆さんもできますよ。どうやったらクリアできるか、もっと真剣に考えて前向きに楽しましょう。ということで、課金との差というかね、僕、皆さん言ってんのはね、僕、課金しないとクリアできないようになってんじゃねえか、みたいな感じのことと、いう点ですよね。だから、でも課金、数ヶ月は無課金だけども、こんな感じでできてるよと。で、ガチャ限装備なんてのは、そんなに大したことないよという話ですよね。だから僕もガチャ限装備はね、必ず必須じゃないなと僕は思ってます。正直雷セビア手に入れたけどね、いらないなと思ったんで、つけてませんしね。で、等3連覇中なんですね、これからさ、すごいですよね。で、どうやったらクリアできるかっていうのをね、考えるからこそゲームは楽しい。で、ゲームってそういう、なんていうかな、簡単じゃないから燃えますよね。簡単にクリアできることが楽しいわけじゃなくて、思い描いた工夫をして、それがなった時はやっぱ楽しい。で、その試行錯誤を楽しむっていうのがやっぱゲームだなとも思います。キクさん、とりあえず、詐襲云々おっしゃってる方、ラスカルの売り上げをググればいいと思うよ。変動がガチャ頼みって感じだけど、悪くはないかなと思います。ということで、サービス終了かもしれないってね、不安されてる方ね、結構おられますけども、ラスクラの売り上げね、僕もね、普通に検索したら出てくるっていうか、あれですよね、Google Play とかやったら見れるんだったっけな。僕見てないから分かんないんだけども、正直、いつだったかな、11月ぐらいすごい落ち込んだ時ありましたよね。で、12月になってちょっとこう盛り上がったけども、それはなんとなく、いわゆるソシャゲのね、全体の流れとして、この落ち込む時期ってやっぱあると思うんですよね。飽きてきてというか。
そういうもんだと思います。で、やっぱガチャ頼りなのはね、多分どのソシャゲもね、結構あることだと思います。で、この話になってくるとね、すごい太い課金をする人がどれだけいるかってなってくるけど、本来、ソシャゲのサービスのあり方としては、美課金の方、美ってかすかの方ね、美課金ね、たくさんじゃなくて、ちょっとだけでも毎月課金している人がたくさんいるゲームってのが長く持つんだろうなと僕は思います。カバディさん、未だに思うんですけど、魔法強いすぎません？広範囲で高威力で無詠唱、つまらなすぎて魔法は捨てました。ずっと物理キャラばかり捨ててます。なので、塔で魔法必須になると詰みますと。ということで、このね、カバチさんのコメントに対して、アクセルさんがね、返信してくれてるんですよ。今まで物理だけでしたから、前回は私も積みました。今はティリアに魔法を覚えさせて52回まで登りました。私も無詠唱という概念は大嫌いで魔法を使ってなかったけど、塔だとダメージを上げるアクセルを使った方が MP が効率よく使えますから、私は使ってないです。高位魔法詠唱陣とリキャストだけでなんとかなってますと。いうことで、僕もですね、実は、無詠唱否定派だったんですね。うん、これ僕の動画最初の頃から見てる方は知ってると思うんですけど、僕、ダインとかね、いわゆる魔法キャラ持ってなかったんですよ、まず大事にね。で、もちろんゼクスはいたんだけど、それでも無詠唱っていうのが、なんか嫌いというか、ゲームを面白くなってしまうよなと思って、僕は使ってなかったです、僕も。うん、で、まあ、その後ね、僕、サンタティリアを手に入れてからかな。サンタティリア手に入れてからようやく魔法を使って戦うようになった感じですね。それまで本当、聖剣伝説コラボでランディが弾けたんでね、物理で押してやってました。で、アクセルさんのですね、この、高位魔法エージェントのリクエストだけでなんとかなってるっていうのは結構いい視点かもしれないですよね。うん、アクセサリーを他のものに当てはめた方が全然いいよという話ですね。毎晩たくさんのコメント、本当にありがとうございます。なるべく皆さんのコメントを読ませていただこうと思いますので、残りは明日にさせていただきます。はい。ではですね、メンテナンスの内容ですけれども、2020年2月27日木曜日の13時から16時まで。で、データ更新で、なんと新ユニットアーク追加で、ザイクスが来ます。そして SS レアアークが、資料の大群勢、これが追加になります。ていうかまず、アークがね、まだね、SS レアだけなんですよね。この辺少し工夫してほしいような、S レアとかレアで癖のあるやつ来てもらった方がね、面白いなと思うんだけど。で、ザイクスはね、正直欲しい。石貯めたいって言ってたところだったのにね、ザイクスは欲しいな。注意事項としまして、英雄降臨祭限定ユニットは、英雄降臨祭以外のガチャからは出現しません。英雄メダル交換所にはラインナップされる場合がございます。っていうか、英雄降臨祭でも出ないユニットありますけどね。資料の大群勢は限定アークではございませんため、ございませんためって日本語おかしいよね。クリスタルガチャ、チケットガチャからも出現いたします。資料の大群勢は今回、英雄降臨祭で獲得できる英雄メダル4の交換所に追加されますと。うん。資料の大群勢は気になるな。ね、これ、アークもね、ユニットもどっちも欲しいな、これは。で、英雄降臨祭開催ということで、今回は新ユニットアークをピックアップいたします。ピックアップはザイクス、そして資料の大群勢と。以下の英雄降臨祭限定ユニットは出現しませんが、ゾグラス、リリー、ダバン、エリザ、ランスベル、ということで、全員出ません。はい。ザイクス以外、全員出ません。びっくりした。以下の英雄降臨祭限定ユニットは出現しませんじゃなくて、ザイクス以外は出現しませんですからね、これ。この点気をつけてくださいね。まあ、まあでも、これはザイクスが欲しい人からしたらいいのかな。ね、なお、本ガチャは優勝クリスタル限定ガチャと無償クリスタルでもあるので、またいつも通り英雄の新章がもらえますね。英雄の新章で交換できるのが、クリムゾンエッジとデルガファントム。なんとなくこれ二刀流なんでしょうね。多分ね、ザイクスって。だから、その二刀流の武器のような気がする。うん。で、だから、いわゆるソルジャータイプでしょうね。で、属性が何なのか気になるけどね。ってことは炎かな。クリムゾンエッジって。クリムゾンエッジってあいつの必殺技じゃない？で、ザイクスはユニットソウルの解放によりユニット化できませんので、ご注意くださいということで、まあ、専用武器欲しかったら50連回せよってことね、優勝で。ねえ、1万円ってことだよね、ざっくり言ってね。1万円じゃねえな、優勝50連って。30の1万くらい、まあ2万円だね。うん。どうしよう。悩むな。で、英雄降臨祭×ミスグランゼリア2020ピックアップガチャ開催ということで、本ガチャは2010バレンタインガールドセレクションのファイナリストをピックアップした英雄降臨祭ですということなんで、まあ、エリザが入ってるから、そう言ってるんだろうね。
ラティンキリエリザセビア、雷セビア、ファルが対象と。で、ザイクス、ゾグラス、リリー、ダバン、ランスベルは出ませんよと。で、本ガチャユニットが 5% で出現。で、ユニットが当選した場合は必ず女性ユニットですよということで、これが本ガチャでは英雄メダル4が獲得できますということなんで、こちらでも英雄メダルもらえますよということですね。なるほど。でもこれはちょっと逆に、なんていうかな、欲しい人にとっては嬉しいかもしれないですね。ティンキリ引き続きって形なのから。なるほど。ティンキリ推しがすごいですね。で、ピックアップ対象は重複格闘時は入手ニットソウル3倍、アークエーテル上昇心2倍ということで、これザイクスもだから対象ですね。英雄降臨祭と英雄降臨祭ミスグランゼリア2010の開催期間中、同会社のピックアップ対象を重複して獲得すると、ユニットソウル3倍、エーテル上昇値2倍となってます。育成ブースター3月が発売されます。まあ、これいつも通りですね。で、ザイクス育成パックとなどのショップの更新がありますと。で、そして、機能追加ということで、ボーナススキルコスト上昇アイテム、栄翔を実装。指定ユニットのボーナススキルコストを上昇することができるアイテム、栄翔を実装いたします。まあ、カエルの栄翔、レイの栄翔だけ出てるけども、これは他もあんのかな？栄翔はアイテムに描かれたユニットに使用すると、ボーナススキルコストをプラス2することができます。工場のクエスト難易度、ゴッドにて入手できますと。ガチャ16で増加するボーナススキルコストと共通で、上限はプラス20までとなりますということで、これは別に、今出てるのはカエルとレイだけなんだけど、ガチャの16で、増加するボーナススキルコストと共通ってことは、ガチャゲーのユニットも出るかもしれないってことですよね。まだ何とも言えないけども。まあこれはだから、要は初期ユニットたちがね、スキルコストは突破するのできないじゃないかということが言われてたんで、それのまあ救済策でしょうね。で、クエスト難易度ゴッドが追加。ハードを超えるクエスト難易度ゴッドを追加。ゴッドでは一部クエストの初回クリア報酬でボーナススキルコスト上昇アイテム栄翔がゲットできます。今回はミガル島のダンジョン、サビれた海岸、ドゴール・ドーゴスにてゴッドを実装しますということで、それがこちらですね。で、一応ミガル島のダンジョンのこのサビれた海岸のドゴール・ドーゴスは、それぞれダンジョンが5つありますんで、まあ、5と5で10個ゴッド級が追加されると。で、まあ、石も回収できますしね。で、それで、一部のダンジョンなんだよね。一部クエストの初回クリア報酬でもらえるってことは別に10回もらえるとは限らんってことだよね。うん。まあ、これはまあ明日、実装されたらね、実際触ってみましょう。まあどうなるかわかんないけどね。なんとなく星的には全然楽勝な気するんで、この辺だからゴッド級って言うんやったらね、格別難しくしてくれたらね、面白かったんだかなと思います。で、イベント更新。修羅の領域にボスが追加されます。校内のクエスト、修羅の領域に新ボスを一体追加いたしますと言ってますけども、これ、ゾグラスですよね。もうこちら書いちゃってますもんね。なので、まあだから今日ね、サメール村の黒の襲来やってたんですけども、ゾグラスが来るということで、まあ、なんぞ闇属性は一切効かない感じだからね。で、魔法の光属性系は通る感じなんかな。で、修羅の戦役開催ということで、まああれですね、レベル上げのイベントですね。で、今回は対象がザイクスと、今回のピックアップ対象ですね。ティンキリエリザ、セビア、雷セビア、ファルとなってます。で、イベントポイントもあるんでね、また、報酬もあるようですね。で、不具合修正等はこんな感じで、アリーナについてですね、そして、が、延期となりました。2022月中に実装を延期させられたアリーナの正式オープンですが、現在もバランス調整にお時間をいただいている状況でございます。検討の結果は誠に申し訳ございませんが、より皆様に楽しんでいただける内容でリリースすべく、正式オープンを再度延期させることになりました。実装をお待ちいただいている皆様には心よりお呼び申し上げますと。また、現在は2020年3月中の正式オープンをめどに開発を進めておりますが、予定していた以下機能に関しましては、同様の事情により、正式オープン当初は未実装とさせられます。正式オープン当初に実装しない機能が、アクトライズ編集機能、アリーナポイントで交換できる陣形、アリーナポイントは自体は実装いたしますと。これ、アリーナを長期間プレイできない状態を避けるためとなりますが、一部機能が同時に実装されない形となりますと、重ねてお詫び申し上げます。正式オープンや追加機能の実装時期は、決定したいご報告させていただきますと。で、詫び石がクリスタル500個と。いうことで、まず延期になったと。で、延期になることはですね、まあ、正直僕も
ね、以前アンケートをね、ツイッターの方にしましたけども、皆さん9割かな、みんな延期すると思ってました。で、延期するだけじゃなくて、その3月にオープンする際には、このアクトライズとか、アリーナポイントで交換できる陣形、こういったものが追加されないと。アクトライズはね、触りたかったですよね。うん。やけども、まあ、とりあえずは正式オープンが遅れてるから、それをなんとかするということを優先したようです。まあ、正直、がっかりっちゃがっかり、これはね、がっかりポイントかなと思うんだけども、ね、遅れるだけならまだしもね、アクトライズは触りたかったな。まあ、でも、まあ、仕方がないです。で、まあ、多分、この遅れるよ。遅れるけど、代わりにこういう機能を追加しといたよっていうのがね、多分、A 賞なんだろうなと思います。で、今後の更新予定についてですね、新しい案内が出てます。で、まあ、2月がですね、このゴッドモード順次追加と、で、3月がアリーナ正式オープンと、ブリザードギャラクシーダークマターの時間停止演出を廃止、錬金所9箇所、素材交換所の実装、ね、こちらも3月になりました。で、クエスト出現時のアークレベル任意設定機能を追加。まあ、これはね、皆さんね、待ち望んでるやつなんだけども、これ多分伸びるだろうね。ね。今まで遅れてるやつが2月言ってたのが3月になってるからね。で、多分3月言ってたのは多分4月以降になるだろうね。で、遠征機能。これもね、さらっと生放送では言ってましたけども、で今回正式に出てきましたね。遠征とはユニット設定を放置し、一定時間経過後に様々な報酬が入手できるラスクラの新たな機能です。オルダーナ校画面上部に遠征ボタンが表示、ユニットを編成して放置し遠征を行う。一定時間経過すると、ザル、EXP、AP、ブルーソウル、レッドソウルアイテムを入手。大成功するとそれぞれにボーナスがつく。装備品や装備アークなどによって成功報酬が変わる。ということで、これ石必要になりますよね。ね、拡大してみようしてますけども。まあ、でも、100とかやったらいいけどね、これもっと多くなるだろうね。ね、たくさん開こうと思ったら。だからそういった意味では、ここでも石が必要になってくるでしょうね。ただまあ、これも、今回初告知なんで、多分まだ先でしょうね。それこそ4月の1周年以降になってくると思います。で、2020年4月がサブスクリプション課金を実装。2020年4月から5月、1周年特大イベントを開催。さらにレイドバトル AE 開発中ということで、まあ、これからのロードマップの方また出たんですけども、正直その、これもね、だからね、僕ね、予定はね、正直見てやと思うんですよ。うん。でも、やるといったことは多分ね、やってくれると思います。うん。時間はかかるけどね。で、今回のアリーナの正式オープンも、その、アクトライズとかあるのは遅れたけども、うん、やっていくことはやっていくよっていうのは多分僕は、あるんだと思います。だからこそ、だからまあ、客にね、逃げてもらいたくないから多分こういうの出してくるんだと思うんで、まあ僕は、たらたら期待して待とうと思います。で、その、先ほどのね、課金の話になってくるけども、そのサブスクリプション制っていうところ、うん、これはちょっとまたね、時間を作ってですね、別途雑談のね、時間作って、その課金とサブスクについてですね、これからのソシャゲ界隈の話も含めてなんだけども、話していこうかなと思います。で、まあ、いずれにしろ、期待したいのはやっぱね、ザイクス。ザイクスのね、詳細がツイッターでね、出るかなと思って待ってたけど、出てこなかったんで、また明日、期待したいと思います。というわけで、今夜はですね、明日2月27日のアップデート内容について話をさせていただきました。まあ、がっかりする点とね、嬉しかった点、まあ、いくつかあるんですけれども、僕としてはですね、遠征機能がね、発表になったこと、うん、これがね、やっぱ期待したいかな。うん、で、何やかんやってね、僕も、ラストクラウディア、4月のね、昨年4月のリリースしたその日からですね、毎日やってるゲームです。で、とてもね、そうですね、いろんなゲーム僕はやっぱやってますけども、その中でもやっぱ、抜きに出て面白いと思ってます、正直。うん、ただまあ、今言ったように、ユーザーをね、増やすことに、もう少し重きを置いてほしいかな。これは愛ゆえに思ってることなんだけどね。愛ゆえに、その、一部のその、課金して楽しめるっていう機能をたくさんするというよりかは、たくさんの人が少し課金したら楽しめるような内容っていうのに多分、進めていった方が僕はラストクラウディアもっともっと良くなるんじゃないかなと思うんで、今後ね、そのアリーナとかその辺の新しい機能に、ね、追加していくのは楽しみにしています。A 賞はね、まあ、どんな感じになるかね、また明日触ってからになると思うんですけども、とりあえずは明日はね、そうですね、やっぱザイクスね、せっかくなので修羅の超域チャレンジね、してみたいかなと思います。それと英雄追加ね、僕リリーとザイクスが次来るよって言ってたのをね、何ヶ月か前にねしてたんですけども、当たりましたね。
それでは明日の動画でお会いしましょう。ではまた。